どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ジャストライクモールタイムスかっこレース、ちょうどモグラの時代ということですかね。でコース名にもサムネにもレースって書いてるでしょ。だからスピラン系のトロールかもしんないね。そして説明文も意味深なんだけど、テーマドアフターカオティック2017トロールスって書いてるんですよね。これは2017年のカオスなテーマのトロールコースっていう意味だと思うんだけど、2017年って言ったらまだマリオメーカー2が出てないんだよね。もしかしたらマリオメーカー1の頃に作ったトロールコースなのかもしんないね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.15%。 そういや僕めちゃめちゃグミが好きなんですけど、そんな僕がねハマってるものがあるんですよ。ダイソーで売ってる酸っぱい大作戦の乳酸菌味のグミっていうのがめちゃめちゃうまいんだよね。開幕僕らしかもさ、100円でめちゃめちゃ量が入ってるからマジでおすすめですね。乳酸菌系の味が好きな方はぜひ食べてみて。酸っぱい大作戦っていう名前だけどさ、全然酸っぱくないんだよな。ていうかこれ右ととはどっちに行けばいいんだろうな。この茶色が、このコースさ、もしかしたらモグラしか出ないとかそういうコースなんじゃない？でさ、ちょっと前に僕がグミめちゃめちゃ好きっていうことを兄貴に伝えたんだよね。そしたらこう言われたね。このグミが、やっぱり血は争えないんだろうな。そんなしょうもねえギャグを言って、お前ここまで来んのか、はてなまた2人だ。グミンガって言われてめちゃめちゃ爆笑してしまった自分自身がすごく悔しいね。いやだってさ、動画だったらそんなに面白くないかもしんないけど、なんどやりゃ気が済むんだよ。ずっとチョロプーだけにやられるとかトーク持たねえよ。私そんなにレパートリー多くないから困っちゃうな。鍵はどこだ。やめろください。チョロプーだけにチョロチョロしやがって、一回見ればわかんだよ。もうやだこのコース。で次はドカフテけど、うわお右、お前下に落ちれよ。ここ全て引っかかってんじゃない。一個ぐらいかわしたいよな。右左で次右でしょ。で次はどっち行ける。こいつが鍵持ってんのか。いやでもさ、もう一回鍵ここだ。この早速やろうや。じゃあ何もしないでいいの？隠しブロックとかはなさそう。普通にこうやっていけばよかったのか。じゃあ土管に入っていきます。右上の土管には入れそうになかったね。土管じゃないドアね。さあハテナブロック叩いていいのか。いやこのコースバグとかもなく、ちゃんとプレイヤー側の行動を読み取った、すげえいいコースだね。どこに行くか知られてるような気するもん。さすがにこの上はいかん。絶対戻ってこれなくなるだろう。土管は入れそうにない。なんだよチョロプ、お前はでかいからこっち来れないだろ。見て見て、突っかかってる。お前は一生そこにいろ。さあ2分の1か、上か下、下が怪しいな。こっちに行ってみるか。なになに、ちょっとっとどうどう、どけよまだ。未だ上から行けばいいのか下から行けばいいのか分かってはいない。上を信用してみるか。上田信也だ。笑って、どこでだよ。こっからダッシュしてみようか。あ、これで抜けれるんだね。っていうかさ、レースって書いてたけど何がレースなんだろうな。もしかしたら早く行けば罠をかわせるみたいな、そういうコースなんじゃない。だからレース。さあパンダ買いたくないですか。ちょっと時間が経たないとダメなのか。もういいだろさすがに。そしてこのままダッシュ C の砲台の上に乗る。もうちょろ分は出させねえよ。で、このドアに入ればいいのか。オーケーオーケー。さあ次はダッグ。うわっ、うわっ、いやー。俺は甘く見るなよ制作者。なぜにチョロプーだけでこんなに面白いドロールコース作れるんだね。あ、右から行っちゃったけど大丈夫そうだね。で、ツタに捕まります。で、上に行けばいいのかな。あの、どう、危ねえな。そんなところに隠しブロックがあっても僕の反射神経なら落ちることはないんだぜ、制作者。さあ、これ絶対チョロプー出てくる。出させるか。出てるのが分かってんなら諦めろ。上に行けっていうことはないよな。じゃあ右ラッシュ、右ラッシュ、土管に入れました。そろそろ中間に、これは走っていいでしょ。これさ、中間ポイントくれるのがめちゃめちゃ優しい。あ、何やってんの。ここから下に行ければ。俺の負け。いや違うんだって、この土管に入れないかなと思ってジャンプしたらさ、上まで登ってしまったみたいな。でもさっきやられたので一つ分かったことがある。左になんかあったんだよな。ほらこれめちゃめちゃ
邪魔なミア、絶対右が正解だと思うんだけど、ここまで見せられたらこのドアの先気になっちゃうよな。絶対罠と思うけど入ってみようか。ジョロクラ、右も右でね、普通にポンポンって行かせてくれるわけがないのよ。ただうるさいのよ、いつもいつも花咲かない石親父ってね、みんな飽っちゃってんのよ。もうそろそろその窓をお蔵入りにしなさいよ。僕お蔵入りにしないの。なんか一人ですごく楽しくなってきましたね。バレを返そうか。よく考えたらおかしくないかな、こっからバレが出てくるなんて。裏に放題かなんか隠してんの。でここはチョロップではない、キノコだな。たまには矢印を信用した方がいいことが証明されました。よくもやってくれたな今まで僕らよ。消されるのは僕の方ですか。お願いします神様、このドアで当てて。いやあ、戻ってきたぞ。すかした顔しやがって僕らよ。絶対後で地獄に送ってやるからな。ここはミーダッシュ、ここでいいの。頼む、オープン、君だけが頼りなんだ。なんでこんな時だけ何も入ってないんだよ。いいねいいね、今日は心理戦でか。心理戦なら任せてくださいよ。私は弱いですよ。だがそっちの方が取れ高が取れるっていうもんさ、イコール私の負けだ。ここ下に土管があったと思うんだけど、これに入れっていう感じ。あ、入れそうにないわ。じゃあ右に行こうか。扉が見えますけど、これ足場ある？足板が見えない。明日なんて見えなくていいんだ、目先のことだけ集中しろピオキング。さあドアに入っていきますよ。この砲台の下怪しくないですか。特に何もない。なら上に行ったらチョロップーがまたいる。絶対襲ってくると思うよ。だからすぐに土管に入っちゃおうか。土管にある。汚ねえ声出すな。そもそもね、土管に入れなかったのかすら分かってないんだよね。もう一回試しててみようか。土管には入れそうにない。ならこのツタに捕まってこっちでいいのか。大丈夫、張り合った。上を心配しすぎない、ただツタに捕まるだけでいいのさ。でこっからどうする、この砲台に乗れってか。よくやったぞチョロプル。でこの派手な叩いてみる、叩いてみますよと。いらんことするから、いらんことするから。短い位置を持っちゃったんやけど、意外と長いねこのコース。じゃあこっちの土管は入れたな。いや入れないと思ったんだけどね。ゴールじゃん。え、ゴールさせてくれんのこんな簡単に。キャップはなんもねえじゃねえか。優しい、ゴールしたら騙されるとか。さっさゴールせえよ。ちょっとぐらいさ、ゴール前の余韻に浸らしてくれてもいいじゃんか。じゃあゴールできる、やったさ。いやチョロプーだけでね、こんなに多彩な罠が作れるんだなとすごく感心しましたね。楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、ピオキング5周年記念コース、ワールド一の位置×スピラン×石魚花バネ。なんか僕のアイデンティティを詰め込みまくったようなコースだな。で説明文に、ピオキングさん5周年、そして誕生日おめでとうございます。今回はスピランでコースを作ってみました。タイトルの石魚花の読み方は石魚花です。知るかそんなの。普通石魚花バネって読むよね、石魚花なんて誰も読まねえって。そんでこのコースのすごいのが投稿日なんですよ。2024年7月6日0時00分に出してるでしょ。僕の誕生日ぴったりなんですよ。いや嬉しいですね、そのタイミングに合わせて投稿してくれたっていうのが。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.71%。 これめちゃめちゃ楽しみにしてたんだよね、石魚花が出てくるんでしょ。もう石魚花って言ってるけど、まあこの1の1はね、石魚花バカたれ。え、この1の1ってトロールコースなの、ただのスピランなのかな、それとも矢印の通り行ったら大丈夫みたいな。おやじさん兄弟、すいません、矢印の通り行ってなかったですね。いや違うんだって、これねクリア率の割に意外と難しいかもしんない。ちゃんと矢印だけを見ていこう。ここは下に行けば大丈夫。で今度は上、ナイス。で今度は右、ジャンプぐらいせえ。さっきさブラパがいたからビビってジャンプできなかったんだけど、ここはちょびちゃんで大丈夫。さあ矢印の通り綺麗に行っちゃってるよ。で魚邪魔すんなよ絶対に。でこれ右下でいいのか、ダンダキ様。え、最後ゴールじゃないの、てっきりゴールと思ったって。ここ引っかかってしまったな、これでいけるのか、大丈夫、石魚花まで。
出ちゃった。地味に難しいんだよなこのコース。一度でもつまずくと終わっちゃうのよ。ならジャブしないで土管に入れたら。でこの先何があるんだろうね。中間ポイントで HA、 あ、ハッピーということは祝ってる言葉を書いてくれてるみたいな、フィフスアニバーサリーみたいな感じかな。ありがとうありがとう。で最後はピオキングみたいだ。ふざけるな。やってくれんじゃねえかピオマデザイオ。じゃあ魚をかわします。でもうゴールあるだろさすがに。最後にね変な罠とかいらないから普通にゴールさせてくれればいいから。来た、いけんのか、なんか来いよ。しゃっ。いや本当にありがとうございます。すげえ楽しいコースでした。みんな見てみて、面白そうなコースっていうかタイトルを見つけたんだけど、お絵描き大会誰でも参加 OK、 みんなの可愛い絵が見たい。説明文はお題は私のみ、もうすぐこのキャラで活動するのでモチベ上げるためにみんなの可愛い絵が見たいです。かっこコースは P が発動すると溶岩の上を歩けますって書いてるから、コース自体は簡単なんだろうね。ちょっとさ、みんながどんな絵を描いてるか見てみたくない？ちょっと見てみようか。このコメントはコースをクリアするためることができません。先にクリアした方がいいのかな。わ、何これピクミン。絶対違うとは思うけど、何なんだろう。あ、これ可愛いね、キノコ風味って書いてる。めちゃめちゃコメントがあるんだ。あ、これこれ書いたと思った。めちゃめちゃうめえじゃんと思ったんだけど、このアトムさんという方、確かこんなスタンプあったね。でこれはアンパンマンだね。でピカチュウからの初デミクでバナナで、うわ、みんなめちゃめちゃうまいね。カービィとかめっちゃかわいいじゃん。これすごい上手だね。僕も後で書かせてもらおうかな。ちょっとだけまだ見てっていいかな。下行くと絶対めちゃめちゃうまい人が、これ僕じゃない、あ違うか。みんな僕を殴って、これさピオキングに見えるじゃん。恥ずかしいな、バナナか。ちょっとさ、このコース遊んで僕もこの方の絵描いていこうかなと思います。まあ私の画力めちゃめちゃ上がってますからね。昨日までの僕とは思わないでほしいね。最近ツイッターでもマリオのキャラクターを自分で描いてそれをカレンダーにしてるぐらいだからね。さあここでピンクコインゲットからのゴールか。まあまあ簡単だったけど、この先ですよ問題は。最高の絵をみんなに見せてやるぜ。なんかいろいろと中途相当下手くそって言うわけじゃないし、上手いって言うわけでもないんだよな。かなり突っ込みにくい絵で申し訳ありません。なんかこれで約30分かけました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ、甲羅が導くもの。説明文に甲羅のスピード、投げるタイミング、これができれば抜けるって書いてるんですよ。サムネを見る感じ、ゴールポールの前にオープンブロックがあって、一マスの隙間しかない上に針が設置されてるんだよね。で右端にパウブロックもあるじゃん。あれは何なんだろう。もう謎だらけですよこのコースは。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.68%。まあ説明文を読むだけだったら甲羅を投げるのがヒントになってると思うんですよね。でゴール条件がパワーブロックを1回発動させてからゴール。さあどうやってオープンブロックを抜けようか。まずこの甲羅を投げるのがヒントみたいなこと書いてたから一旦投げてみようか。でパワーブロックも発動させなきゃいけない。全然わかりませんよ。え、マジでどうすんのこの甲羅を持った。それはもはや想定外。ちょっともう一回投げてよく見ていいかな。投げる、投げて音符ブロックが下がったね。はいはい、なるほどね。攻略を見つけたぞ。だが見つけたからといって誰もクリアできるとは言ってない。こっから投げた瞬間右ダッシュしてみようか。待ちなさい。絶対違うと思うんだけど、置いてみていいかな。簡単になるかもしんない。この音符が下に行ってる状態で。これはめちゃめちゃむずいかもしんない。本当に全てのタイミングが噛み合ってないといけないんだよな。どっから走るかが問題になってくると思うんだよな。まあ投げる場所もそうなんだけど、この矢印の下らへんから投げてこう。頭バッカーン。走る場所より投げる場所がめちゃめちゃ問題になってくると思う。こう。さっきからさ、こうしか言えないんだよ本当に。これやってるとね、こう。それ以外言えないのよ。一つ一つ探そう。この矢印の下から走って、この木があるじゃん、この木のところで投げてみる。はい、ダメ。でもめっちゃ惜しかったね。もうちょっと先で投げてみようか。この辺か。たたたたた。
やると思ったよ。パワーブロックを発動してゴールっていうのがいい味出してるよな。ダイヤモン分かった。何が？これさ、行ける前提でブレーキをしろっていうのがマジで難しいのよ。来た、やったいや素敵なアイディアの一発マリオでした。すごい楽しかったです。どうもご視聴ありがとうございました。